所所というですね、なんか大変外はお暑い状況でございます。そんな中でも皆様にお祝いいただきまして、東京連合子どもを守る会としては大変ありがたく感じております。これより本日の東京連合子どもを守る会講演会質疑応答を決めた連絡会を始めさせていただきます。私、東京子ども東京連合子どもを守る会事務局の工藤久志と申します。また葛飾区の子どもたちを放射能の被害から守る会の事務局でもございます。こうした活動に携わりまして1年少しになりますが、まだまだ何も解決していない状況ということで、多くの国会議員の先生方、地方自治体の議員の先生方には大変お世話になっております。そんな中、またこういった国会で勉強会をさせていただく中、お忙しい中をお送りいただき本当にありがとうございます。代表に関して改めてお礼を申し上げます。さて、東京連合子どもを守る会というのは昨年の6月に起草いたしました。もともとそれぞれの各自治体で親が困っている、どういう活動をしたらいいんだろう、放射能の被害が見えているのに、じゃあどうやって子どもを守っていこうか考えたときに、最初はこうやっていらっしゃっていただいている議員の方々のどうやって連絡をつけたらいいんだろうというところからスタートしている人たちが大変数多くいました。私はたまたま PTA という活動の中で、議員の方々とお話をする機会がありましたので、葛飾区の議員の方とお話をさせていただいて、こういう活動をしていきたいということでご賛同いまして、お手伝いをいただいています。そういった中、たまたま今回、代表となっております石川綾子を中心として東京連合というのを作っていきたい、何か協力できないかということで葛飾のメンバーから案内をいただきまして、じゃあ葛飾としてはその東京連合に参加してこういった働きかけをしていこうじゃないか、そして、出来上がった今日議員向け勉強会という第1回目をすることができました。それまでには東京の勉強会であったりとか、民主党の各議員の先生方にもお世話になりました。それから、申し訳ありませんけれども、本日は神田隆平参議院議員には大変お世話になりまして、こうした、会を応援することができました。また、申し訳ございませんが、国会議員の方だけご紹介させていきますが、本当にでもお世話になっております柿沢美子議員も、特にお世話になっております。こうした方々の活動があってこそ、我々はお手伝いを得て、ようやくとこういった会を回すことができるのかなと感謝をしております。また、この活動なんですけれども、完全に子どもを守るということに特化しています。例えば政治的な動きをしようとか、そういうことではありません。子どもをまず守る、放射能の被害からとにかく守る、放射能の被害から守るためには何をしたらいいのか、そういったことを考えながら活動をさせていただいております。それぞれ思いがあって集まったメンバーがここにおりますが、その思いを今日どういった活動につなげていけるかというのは、皆様にこれからご相談をさせていただくことになると思います。ですので、まず東京連合子どもを守る会という活動の中で、こういったことがあります、勉強会を始めさせていただきますということで、ぜひ今日これからもお時間をお使いいただけると思います。よろしくお願いいたします。それでは、講演ということでこれから2つ、させていただきます。まずは横浜大学教育学部の教授でございます。また、火山学の専門家であります早川幸雄先生より、放射能汚染地図から見える汚染ルートと汚染の現状の講演をお願いいたします。よろしくお願いいたします。早川幸雄です。今日はですね、参議院議員会館の101号室にいます。議員の方々、国会議員の方々、福沢さん、一人しかいない。失礼しました。お二人いらっしゃる。それから地方議員の方が大勢、来ていらっしゃいます。30人くらい。それからプレスの方々。
が少し参与にいらっしゃるんです。あと個人のジャーナリストの方が5、6、7人、さらに今 IWJ とそれから OPK がネット中継してくれてます。皆さん聞こえてますかね。はい、大丈夫そうですね。はい、これはですね、どこに目を持っていけば、どこで、あそこにカメラがあって、そこにもカメラがあって、で、お客様、聞いてらっしゃる方がここにいらっしゃって、ですね、これは引退集会というものに相当すると思います。で、石川さんからお話をいただいて、